どうも、テラマスです。今日は射程がめちゃくちゃ長くて、しかも2角の高火力。なのに、絶滅してしまった、96ガロンデコを使っていこうと思います。96デコ能力値だけで見ると、めちゃくちゃ高いのに、全然使われていません。まあ、おそらく理由としては、最近ボトルガイザーが流行りすぎてて、96デコ使うならボトルでよくねみたいな。そんな感じの理由と、あとこの間帝王イカが弱体化されちゃったんですよ。チャージの時間が長くなるっていう、まだ強いスペシャルではあるんですけど、使いにくくはなっちゃったから、まあそういう関係ですごい数を減らしてるんですけど、まだ全然強い武器だと思ってます。ボトルガイザーよりも簡単だから、乱数はすごいんですけど、連打しなくていいから、あと帝王チャージは弱体化しちゃったんですけど、まあ、この転がり攻撃っていうのかな、転がりは全然変わってはいないんで、あとやられそうになったら単純に無敵になれるから、言うて強いんだよな、帝王イカ。弱体化されたとはいえ、今までが最強すぎた。最強から普通に強いスペシャルになった感じいるような。やばい、待って、いやマジか。なんか絶妙な隙間の場所で潜伏できなかった。ナイスナイス。僕を進めてくれてるのでかすぎる。 OK26 でまだスタートダッシュ発動してるから頑張りたい。やれないか。ガチョウコのスタートダッシュマジで強い。結局ココって最初にカウントを進めておけば後半守るのが楽になるから、ただで最初に一気にカウント進める動きめちゃ強いんだよな。あと言ってしまえば守りでいいから。しかし攻めることも忘れずに、なんならキルしてスタートダッシュを延長させたい。 OKOK。 チャージ攻撃は弱体化したけど転がりは普通に強い。この場所やばいな。いた歩行爆発で周りをクリアリングしつつ、まだスタダだからキル狙いたいな。 OK やば。乱数いい時の記録マジで強いな。乱数がいいっていうかスタダつけてるから多分当たりやすくはなってるんだけど、アクション強化のおかげで。ナイスで右奥入っちゃって手追いがたまるからいい感じに裏取りしたいな。こんにちは。どうよこの手追いか。刺さりそうじゃない？めっちゃやっべえ。まあ注目はめっちゃ集めた。ナイスキルナイスキル。キル取れなかったけど味方がいい感じに今日に合わせてキル取ってくれた。ナイス熱い。18カウント。さすがにもう持てないか。でスタダ切れちゃってるな。イカ速が遅いわ明らかに。でも大丈夫。スタダ人生なんで最初に頑張って僕は貯金を貯めました。18カウントだから残りはその貯金を使いながら生活すればいいんだよね。結局もう頑張らなくていい。もう打ち合いしない。のんびり食らさせていただく。のんびり帝王イカを貯める。そういう人生でいい。帝王を使えばここほとんど止めれるから。ビーコンめっちゃあるな。やばい当たんない。当たった。当たんないか。今の乱数よかったらやれてるようなワンちゃん。こういうの記録楽しいわ。運ゲーしてる感じ。僕1日のルーティンは朝起きて歯磨いて96デコでスプラトゥーンをして、あ今日は結構当たるから運いいかもなみたいな感じで運勢の占いをね96デコでしてます。そういうルーティン生活に組み込んでる96を知らんけど。でこのいい感じに壁でシールドを使ってオッケーオッケーウルショを使わせて帰るっていう。うわ危ない。これやられてたらちょっとダサかった。ナイス吸引機すぎる。神吸引機。冷静に貯金があります。18カウント貯める貯める。最後手を溜まってれば勝てるから。こっからはでしないようね。近づかせたくないな、箱根。ナイス。最後キルして渡れたら最高かと思ったけど落ちちゃった。スタートダッシュ96たまらなすぎる。スタートダッシュって基本的に52ガロンボトルガイザーデュアルとかに使われてるイメージあるけど、96のスタダもえぐいと思うんだよな。ガチやばい。俺のスタートダッシュ終わるあと5秒で OK。 ちょっとリスクあったけどほんでよかった。よかったのか果たして今のジャンプは。なんかスタダ切れそうな時とか無理やり飛んだりとか前出ちゃったりする時あるんだけど、よくない説あるっちゃあるよな。難しいところ。まあでも今回はキル取れたからよしということにしておこう。ナイスナイス。箱めっちゃ進めてくれてる。今シールド置いて使わなかったんだけど、シールド置いて注目集めてもらってその間に逃げるっていう作戦。使わないシールド強い。これ強いのマジで。こういう打ち方できるからスタートダッシュ好きなんだよね。96のジャンプ打ちがマジで当たるから。あと一足上がるのも地味にありがたい。だって動く。うわーごめんね。今床が動かなかったら関門行かれずに止めれたかも。スプラシューター潜伏してそう。いないのか。いたかやっぱり。やれそう。ナイスハサミ。しっかりアシスト切れてただもう延長27まで取れてるのでかいな。当たれ。ガチで運ゲーやばらず。下からのジャンプ打ちこのゲームで一番楽しいかもしれない。こういう打ち方さリスクないんだよな。こっちはやれる可能性があって相手はこっち倒す手段がないから、ああいう動きマジ強いよね。下からのジャンプ打ち OK。 プレッシャー怖いから手を早めに使っちゃってテオの終わりはブロックに逃げ込む。こういうシールド強いとこに逃げ込みたい。テオ終わりマジか。うまっ。てか今判断ミスったな。スタダだから最速で逃げれば逃げれると思ったけど最速で逃げても間に合わなかったっぽかったから、だったら一回右にフェイント挟んでそれから逃げるのでよかったの絶対。ナイスできる。潜伏してそう。ここら辺にこっちか攻めたいな。こっちカウント27まで進んでるのでかいけど言うて相手に関門いかれちゃってるから油断できないんだよな。ワンチャンノックアウトしたい。マジこれやれない。 OK。いや今の帝王アップデマージャスったら多分もっとキル取れてたなマジで。なんか使われる側はあんまり分かんなかったけど使ってみるとマジで帝王弱体化してるわ。 OK。 これは打ち続けていい。今のは7割ぐらい打ち続ければこっちに分があったはず。いけるか。オッケー。1カウントのワイプアウトやめて。ちょっと絶望感やばかったんだけど世界に否定された気分になりました。みんな味方もさうわ1でいけないのみたいな絶対ちょっと今なったよな。俺もなったもん。ワイプアウトとその1カウントが同時に来ると感情がぐちゃぐちゃになります。ナイスワイプアウト。勝てばいい。ちょっとマジで集中するわ。ガチオコって最後の1秒まで分かんないから手をいっぱい溜めて潜伏って最後矛時間的にこっちに来ると思うからガチ潜伏、近距離来るんだったら手をいか使うし、ちょっと遠くに降りるんだったらメインで絶対倒すっていう。マジ任せてほしい。手をあるから96強そうだから使ってみたいけど、スタートダッシュ使いにくそうだなと思ったら、そこの奥さんにおすすめのギアがあります。スタートダッシュ外したこちらのメイン効率 0.2、 こちらのギアもめちゃくちゃ強いです。待ってます皆さん。お電話メイン効率 0.2 まで、しかも今電話していただければ抽選でちょっとやばい、俺ぶっ壊れてるわ。でもこういうの一回やってみたかった、人生で。テレビ番組みたいなさ、どうみんなメイン効率 0.296 なかなかいいからね。でスペゾーもつけてるし、加速もあるし、差だつけないんだったらこういう、いやめっちゃバランスいいと思う。差だ強いけど別になしでも全然いいからね96。むしろこっちのギアだったら維持しやすいみたいなとこある、メイン効率とかスペゾーのおかげで。ただは対面でゴリゴリ行きたい人におすすめみたいな感じ。入れて一旦手を切るは取りにくくなったとはいえ、やられそうな時にこうやってね手を使って粘るみたいな、これマジ強い。てかこの場所の96えぐくね。シールドで一生いる、ここに出たくない。あ、惜しい。なんか乗った。すごいシールド見つけた。このシールド強くね。もう一回今のシールドしたいな。全然できない、全然できない。今どうやって乗ったんだ。今の狙ってやったわけじゃない。なんか乗りました。でここで生きてれば勢いがたまるんでね、またやられそうになったらもう一回遊べるドン。これマジ相手からしたら絶対だろうな。待って、やばい、アサリ入れられちゃってる。いやこれ持たせないようにしよう、せめて。まあマジか、粘れないか。まあでも80で止めれたから全然 OK。 51まで取れてるし、詰めてくるかな。相手のが編成のバランスはいいんだよな。相手ドリンクありで塗りもしっかりしてるから、逆にこっちは割と硬直ある武器が多いから、ちょっと編成事故ってるっちゃ事故ってるんだよな。危ない、今の着地。待って、えぐいえぐいえぐい、危な。ポイズン丸みでやられるなんて嫌すぎる。飛んでるな、そこ。あと1人。ごめん、今一瞬右警戒しちゃって正面見れてなかった。相手うまいな、アサリの入れ方。まあでももう一回俺が右奥に入れれば逆転全然いけそう。アサリあと1個。いやちょっと欲しいな。いやこれカモン言うか、言うは意を決してちょっとカモン言うの申し訳ないみたいなさ、忙しい時ありがとう。でしっかりナイスを返していく。ちょっと味方にアサリを渡してからの帝王イカでこれ入れれるんじゃね。入れないか、やばい。まあ惜しい。ちょっと噛み合い悪かったな。今帝王とハイタンク同時に使っちゃったから、かぶんないように温存してよかったな俺。帝王イカいやただまだいける。言うて1分あるんで、こっちねさっきのナイスでチームの雰囲気はいいからめっちゃ、うん、みんな勝つ意思はある。これ完全に絶対勝てる。入れて取りたい。こっちアサリの数はえげつないから、この帝王でいい感じにナイスにしてくる。いけそうではある。これやられるか。おお、ナイスすぎるそれ。ガチ神。しかもまだ入れてくれてる。ナイス。じゃああと1個ある。これあれか、延長に入った瞬間入れるみたいな、そういう感じだね。味方ちゃんとしてる。マジでちゃんとしてる。延長入るギリギリを、入るって今言っちゃったけど、入るギリギリのところで、入ってからアサリ入れれば試合終わるから、あれなんだよな。入れなくていいんだよな。ああいう状況。マジで味方、分かってる。ガチアサリを。ナイス。これ楽しかったな。味方と連携してるかなって。という感じでね、今日96ガロンデゴ使ってったわけなんですけど、この強さで使われてないって、やばいよね。どれだけ、ボトルガイザーが強いんだっていう話。それを伝えたかった、この動画では。ボトル強いんだよっていう。嘘です。うん、96強いです。96強いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。